はい、どうも皆さんこんにちは。開封大好き吉弘です。今日もですね、1月24日発売の最新セットテイロス冠婚記に、ね、収録される新カードを皆さんに紹介していこうと思います。で、今日はね、昨日と打って変わってね、なんと新ワレアがね3枚も公開されたんで、まあそれだけね豪快なあのカードを紹介できるっていうことで、まあワクワクしてるんですけど、そのうちの1枚がね、もう今結構ネットでも話題になってて、まあその強いんじゃないかみたいなとか、こんなんが出たらもうやばいんじゃないかみたいに言われてるんで、まずそいつから紹介していこう。で、そのカードがね、まあその新ワレアで、シミックカラーの新ワレア3マナのクリーチャーで、ウロタイタンオブネイチャーラスっていうね、なんか自然の怒り巨人、自然の怒りの巨人ウロみたいな名前なのかな。とりあえずまあ3マナ66っていうね、絶対デメリット能力持ちだろみたいなスタッツに対して、まあ脱出持ちと。で、こいつが戦場出た時に脱出で出てなかった場合は死んじゃうっていうことで、普通に手札から出したらただ死ぬだけっていうね、もう何のために3マナ払ったんだみたいなクリーチャーなんですが、ただね、こいつはあの、なんつうんだろう、昔のタイタンサイクルと同じで、戦場出た時とアタックした時に誘発があるんですよね。だから手札から出してもすぐ死んじゃうけど、とりあえず CIP が使えると。で、その能力が、3点回復と1ドローと、手札から土地が追加出せるっていうので、まあそのアタックでも CIP でもあの1枚アドが取れて回復もできて、さらにテンポも加速するっていうね、なんかわけわかんないぐらいの強い能力持ちなんですが、普通に手札から出せないと。だからその脱出で出さなきゃいけないんですけど、その脱出のマナコストだけじゃなくて、そのカード追放もあるんで、だからその3ターン目にこいつを出してすぐあの死んでも、あの墓地のカード5枚っていうのがね、そう簡単に溜まるわけはないので、だからね、まあ、その4ターン目に出れるかっていうとかなり出づらいデザインで、まあ、4ターン目に出れたらその4マナで66で、しかもさらにアドも稼げるっていうことで強そうなんだけど、どうだろうな、これなんか世間では今ね、すごい強いって言われてるっぽいんだけど、なんか俺これ見た時になんとも思わないんだよな。なんかその1ターン目、2ターン目どういう感じのムーブをするんだろうなって思うんだよな、これをなんか強いっていう風に使う人は。わかんないな。なんかもちろんある程度その墓地が超えやすいようなカードとかで補助しながら使うから脱出はできやすいようにやるとは思うんですけど、なんか日々アズカンタを使ってる人間からしたらもう5枚とか溜まるわけないし、しかも5枚追放してなんかこれを出してあの借り手とかでバウンスされたらもうゲームなんかやれねえぞみたいな風に思っちゃうから、そう、これ脱出出してさ、あの借り手とかでバウンスされたらさ、結構溜まったもんじゃないよね。まあ、ただアドは稼げるし、その土地もあのランプできるし回復もできるしっていうことで、なんかあの強そうな能力満載なんだけど、どうやって使うのかなっていうのが気になるところね。しかも本当にあのその脱出じゃないとただ死んじゃうだけだから、まあ、ただね、脱出じゃないにしても3マナであのワンドローと回復とそのランパンできるっていうのはかなりコスパがいいから、そうね、なんかそのソーサリー的な感じで使う分にはなんか強そうで、だからその土地を伸ばす手段として、だから脱出は本当におまけみたいな感じで使うんだったらなんか強いのかもなっていう、まあ、気がする。まあ、ウロタイタンオブネイチャーラスでした。そう、多分ね、もう本当脱出はなんかおまけ的な感じで使うんじゃないかな。もうこいつを6マナのそのアタッカーとしてなんかちゃんと使うことを見据えたらかなり機能不全になりそうだからな。はい、ということで、まあ、このカードに関してね、なんか思うこととかあったらぜひコメントなんかください。なんかこれがね、強いぞとか、こうやって使うんだ、お前バカ野郎みたいなのがあったらね、本当にあのコメント待ってます。で、この神話タイタンね、なんかもしかしたらサイクルっぽくて、なんかラクドスカラーにもいるんですよね。で、それがね、なんかキロクサ、なんか音声サービスみたいな名前だな。キロクサタイタンオブザデスハンガーっていうね、今度は2マナ66なんですよね。だからさっきの3マナ66よりもはるかにあのコスパがいいんだけど、まあ絶対デメリット能力持ちで、で、こいつも同じく戦場出た時に脱出じゃなかったら死んじゃうと。だからその手札から出た場合はそのまま死んじゃうけど、その脱出がまあ同じく黒黒赤赤っていう、その4マナあの詳しいんで、墓地カードを5枚追放で出れると。で、こいつのその CAP とそのアタック誘発が、対戦相手がカードを1枚捨てるのと、で、その後これにより土地でないカードを捨てなかった各対戦相手は3点を失う。これマジでね、日本語不自由だよな。これにより土地でないカードを捨てなかった対戦相手はって、これ一瞬で理解できたやつ、マジで IQ200 だと思うんだけど。ちょっと待って。え？ちょっと待って。マジでわかんねえんだけど。もう理解不能、待て待て。ちょっと待って、一旦区切ろう。冷静に考えろ。まず、ソーサリーを捨てるでしょ。で、ソーサリーを捨てなかったっていうことは、土地を捨てれば3点なんだよな。あー、わかったわかった。なるほどね。理解した。おー、すごい。俺、マジ、天才、ジーニアス。待って、これ、あれか。手札がなかった時は3点失うってことか。これね、マジでね、解読不能。よく俺、頑張った。そういうことだよね。だから、土地を捨てるか、ハンドが0だったら3点食らうっていうことね。あー、もうこれね、日本語の段階で使う気伏せさせるな。で、まあ、2万の66で、まあ、まあ、2ターン目に出てきて、ハンデスとその、ライフ、ルーズを要求できると。で、まあ、脱出もできると。でもなんか、さっきのやつの方はなんか長期戦を見据えてるからいいけど、なんかこれ短期決戦向けだからな。だからそうなるとなんか、エスケープがおまけっていうのもなんかあんま使い勝手良くないし、で、その2マナで、その、ディスカードと3点失わせるっていうのも、なんかちょっとその、カードとしてはどうなんだって気がするから、まあ、さっきのよりかは使い勝手悪いかなって思うな。
で、それはまあ、キロクサさんでした。で、もう一枚のね、神話レアね、これ豪快なんだ。そう、神話レアのね、英雄譚なのよ。そう、神話レアの英雄譚、キオラ・ビースト・ザ・シー・ゴッドって名前クソかっこいい。なんか、ディズニーランドの新しいアトラクションみたいなんだけど、まあ、7話の英雄譚と。で、神話レアのね、英雄譚ってね、多分ね、今2種類ぐらいしかないのかな。だから、それのまあ、3枚目に当たるまあ、新英雄譚で、で、7話で第1章が、もう第1章から豪快なんだよね。呪言を持つ88のクラーケントークンが1匹出てくると、やばいね。呪言持ちの88クラーケン1匹出てきた段階でもうなんか第1章で完結してるんじゃないかぐらいの、なんか英雄譚なんですけど、まだまだ2章3章ってあって、で、2章が対戦相手を対象として、そのプレイヤーがコントロールする土地じゃないパーマネントを全タップと。で、そのパーマネントが次のターン起きないっていうことで、まあ普通にその相手の、まあその攻防ともに一旦阻止することができて、で、第3章が対戦相手がコントロールしてるパーマネント1個対象として、まあそれのコントロールを得て、しかもアンタップできると。うん、ということで、まあその88の呪言と、まあその一ターンのね、攻防ともに止めるターンと、最終的にパーマネント1個も永久コントロールっていうことで、まあその3章までいければ、もうなんだろう、もう十何マナ相当ぐらいのね、強いカードなんだけど、まあ3ターンかかるからね、その7マナ目でその3ターン、あと耐える手段を、どう用意するかが結構大事ですね。もうその7マナ目っていうのはね、結構その盤面も出来上がってるから、こんなことしてる場合じゃないぞみたいになりかねないからね。なんかそのコントロールとかが常々その盤面を掃除しながら、じゃあそろそろこれ出すかみたいな感じで7ターン目に出すっていうのはまあいいかもしれないですね。まあ、あとその英雄譚からカウンターを取り除く方法があれば、その毎ターンね、そのカウンター外して、もう永久に一生が続くみたいな感じで、その88呪言が永遠に出続けるみたいな使い方しても、まあ悪くないし、うん、だからね、そういうなんかジョニー向けの使い方もできつつ、さらにやっぱ7マナだけあってね、その7マナシーマリアだけあって、まあ豪快能力が3つもあって、なんかぜひね、使ってみたいなっていう感じる、まあその新しい英雄譚でしたね。じゃあ、あとはまあ普通のカードを紹介していこう。で、白のカード1枚目がね、クリーチャーエンチャントのまあ妊婦で1マナ11で反抗持ちと。で、1マナでこいつを探ると、クリーチャーかエンチャント1個を対象として、それにターン終了時まで選んだ色1色のプロテクションを与えるっていうことで、なんだろうな、そのルーンママがもう1回しか使えなくなった代わりに反抗も持って、しかもエンチャントを守れるみたいなデザインになったカードですね。まあただルーンママと違ってね、タップ起動じゃないから出てすぐ使えるから、そうね、一回しか使えないけど、出てすぐに、まあ、その、相手の状況とかに対してのね、牽制を発揮するのはなかなか強いから、まあ、アンコモンらしい、まあ、いいカードですね。そうだな、すぐ使えるってのでかいね。これタップとかいらないからね。本当に出てすぐになんか効果を及ぼされるから、その、とどめの位置だとかでも、相手のブロッカーに対してのね、プロテクションつけて、その、殴って殺すとかもできるからね、なかなかいいカードだなと思いました。で、白のカード2枚目。で、白のカード2枚目がね、太陽の恵みの失政感っていう、4マナ34飛行反魂っていう、超素晴らしいね、スタッツに対して超微妙なおまけがついてるクリーチャーなんですよね。あなたがコントロールしてるペガサスクリーチャーを反抗を持つっていう、その、ペガサスに対してのロードで、もうペガサスなんかそんないねえよって思うけど、星座誘発でペガサスが1匹出てくると。で、まあ、22の飛行だからね、まあ、普通にそのサイズもいいから、その、まあ、4マナ34飛行反抗で、まあ、小突きつつ、まあ、1匹でもね、そのトークンが生まれたら、しかも22フライヤー反抗だからね。だからまあ、まあ、リミテの話だけど、まあ、普通にこいつ自身のね、サイズがゲームを終わらせられる能力も持ちつつ、さらにまあ、22飛行、まあ、こいつがいたらその反抗もつくっていうのが1匹出せたらもう、十分じゃないかなっていうクリーチャーでしたね。あとこれあれか、その杭の玉座の印象のなんか調整版なのか、その昔ね5マナのエンチャントで、そのエンチャントが出る CIP で44の天使が出るっていうカードがあって、だからまああれがそのなんていうんだろうな、自信も殴れるようになってさらに1マナ軽くなったけど出てくるのがなんか22のペガサストークになったっていうカードなのかな、なんかちょっとあれの印象を受けるな。まあ、とはいえ、まあ、リミテ向きなのかな。まず全然ね、サイズがね、4マナ34飛行反抗だからね、悪くないし、しかも並ぶしっていうので、強そうだけど、どうだろうな。なんかやっぱ星座っていうのがその構築向けじゃないよね。そんなエンチャントってやっぱスーパーなんかマイナージャンルだから、そこのね、戦場出た時の誘発はね、やっぱりその積極的には組んでいけないよね。なんか相当変なデッキを目指して作らなきゃいけなくなるから。で、次のカード、青のカード。で、次、青のカード。で、青のカード1枚目ね、3マナのオーラで、オーラされてるクリーチャーは全部の能力失って、01の魚になると。なんかこれよく青にあるな。なんかこういう使い物にならなくなる系のオーラ。そうだな。まあ、シングルシンボルで3マナで、もう01はね、本当にもう何の役にも立たなくなるから、もう完全に除去したと言っても過言ではないけど、ただこのテイロス環境をエンチャント破壊する系のカードが多いだろうから、なんか変なタイミングでこれが元に戻って、なんか計算狂うとかね。そういうのなんかありそうだから、なんかいつもみたいになんか信用が起きる状況にはならないかなっていう、まあカードですね。まあとはいえ、まあシングルシンボル顧問だからね、まあ青使う上では抑えておきたい状況にはなると思います。で、次のカードがね、アンコモンで、これなかなかね、いいんだよ。3マナで、
打ち消し呪文なんですけど、その各呪文と各能力に対して4マナ払わないと全て打ち消すっていうので、だからまず単純にね、その呪文にも能力にも使える打ち消しっていうのが、まあそのシングルシンボルで3マナで使いやすくて強い上に、さらにその同時にそれを消すこともできるんで、だからその唱えた時誘発で能力が起きるやつ、例えば今スタンだったらもうハイドロイド混成体、そのハイドロイド混成体をその能力もそのハイドロイド自体も消すことができるっていうことで、まあたった1枚でね、その本来対処できなかったようなカードとかにも対処できるようになって、まあそのモダン以下とかで言ったら、その裏モグとかね、そういう唱えた時誘発も止めることができるし、そのエムラクールとかね、その凶悪なサイズに凶悪な能力みたいなのをどっちも止めたりができるから、これかなり夢広がるカードですよね。なんかむちゃむちゃ強いなと思いました。普通になんか単体に打ってもそんな悪くないスペックなんで、しかも4マナだからね、結構払えない量だから、これね、かなりいいよね。早く使いたいなって思うカードの筆頭でした。ハイドロイド混成体に本当に打ってやりたいわ、これ。で、青のカード3枚目で、3枚目がね、キューランドトリクスっていう、まあ、カードで、これむちゃくちゃ強いんですよね。なんかむちゃめちゃ強いだけあって、伝説のクリーチャーなんですけど、まあ、5マナ4号飛行瞬速と。で、あなたが点数で見たマナコスト5以上の呪文を唱えるためのコストが1少なくなって、さらに打ち消されなくなるっていうことで、これやばいね。なんか、だからでかい呪文がちょっと安くなるわ、打ち消されなくなるわっていうので、なんかコントロール同型とかね、まず単純にこいつを通しちゃうと、その後のスペルが全部通っちゃうから絶対消さなきゃいけないし、で、まあ、これ自体がね、普通に4号でゲームを終わらせられる、性能してるから、なんかそういう構造がないにしても、トップで引いた時とかも強いし、なんだろう、うまいこと通っちゃったらもうそのままゲームを終わらせたりもできるから、なんかやたら強いクリーチャーだなと思いました。キューラのトリクスさん、まあ、そのビートダウンとかに対してもね、なんかそのサイズで蓋するみたいな手段も取れるから、そういう面でも強いし、なんか後続のね、すごい重いスペルとかをね、しっかり通すために使うっていうのも強いしっていうので、なんだろうな、なんか青のさ、今回そのビート系のカードっていうか、その相手を殴り殺そうとするカード結構多いから、普通にそういう風に使ってもね、なかなか面白いカードだなっていう気はしてますね。ただまあそういうデッキはなんか5マナ以上のカードとかあんま使わなそうだけど、ただね、これなんかクリーチャーとか何でもいいんですよね。だからなんだっけ、工作員とかもね、6マナで打てたり、しかも打ち消されなくなったりとかで、なんかそういうなんか決定打にもなるから、なんか強いカードだなと思ってます。で、次黒のカードで、黒のカード1枚目がね、なんかこの売れないお笑い芸人みたいな、なんか謎のゾンビクリーチャーへの2マナ21で、死んだ時に01のヤギが1匹出てくると。だからまあ2マナ21で殴りつつ、まあ死んだとまあ1回チャンプブロックができるサイズのヤギが1匹めーって出てくるわけね。もうなんだろうこれまあリミテ向きのカードだけど、まあ2ターン目にね、行動をちゃんと埋めてくれるのはいいよね。で、死んでもまあ01のヤギが1匹出てくるからっていうので、まあただタフ1だからな。で、黒のカード3枚目がね、まあ食らい尽くしっていうカードなんですけど、これね、見た目も名前もね、もう古文にしか見えないんだけど、まあレアリティ見たらちゃんとレアなんですよね。で、やっぱね、すごい強いカードで、その4マナインスタントでクリーチャーかプレインズウォーカーを対象として追放できると。だからシングルシンボルで、その4マナでインスタントで隙もなく打てて、なんかクリーチャーでもプレインズウォーカーでもね、まあ万能除去ができる上に、さらにまあ超ちっちゃいおまけなんだけど、ライブラリートップを見て、まあそれを墓地に置いても良いっていうことで、なんだろうな、まあそのちょっとだけなんか墓地も肥やせるし、まあドローも良質化できるかもしれないっていう、まあおまけもつきつつさ、単純にメインがすごい強いですね。メインのその能力の部分がすごい強いんで、で、シングルシンボルだからね、その多色デッキとかにも入れやすくて、なんか今後のね、そのまあクリーチャー除去、プレインズウォーカー除去としてすごい機能するカードだなと思っております。なんかこういうね、地味なカードね、後々高くなる傾向多いんですよね。なんか前のテイロスのそのヒーローズダウンフォールなんか、その3マナでクリーチャーかプレインズウォーカー破壊するっていうだけのカードだったんですけど、もう本当に最終的にはね、本当の最終的にはもう秋葉とかの買い取りがなんかその活発だったりするとこだったら、その販売2500円とかね、そういうのを見たんで、だからまあこういうね、まあシンプルながらもね、なんか強い除去カードはレアだったらね、早めに抑えた方がいいなと俺は思ってるんで、だからまあ多分初動そんな高くないと思うからね、そういううちに俺は抑えとこうと思ってるカード、食らい尽くしでした。で、次赤のカードで、赤のカード1枚目がね、そう、なんか赤の火力ってもう年々弱くされてるんですよね。まあそれこそ始まりはその1マナ3点火力の、まあ、稲妻から始まって、まあそれがね、弱くされてって、で、まあ2マナ3点火力 でもなんかもうすげえ弱くなったなってみんなにネタにしてたのに、もう それすらも最近許されなくなったんですよね。で、まあ、アモンケット機に、もうその3マナ3点火力っていう、もうその弱くしすぎだろみたいなのをやって、また2マナ3点火力に戻りつつ、まあ2マナ3点火力はまた消されて、で、最終的にやってきたのが3マナ3点火力に、戦術1がついてるっていうね、このフェイトフルエンドっていうカードですね。で、だからその戦術1がついたら、その3マナ3点火力でも使ってくれよみたいなのは、なんか公式の叫びを感じるカードだな。どうだろうな。やっぱ火力って除去にも使えるし、さらにとどめの1だとかにも使えるから、すごい使い勝手がいいんだけどね。やっぱりその殺せないサイズは急に価値がなくなっちゃうから、状況としては。なんかそのたくさん以上がね、殺せないっていうのがある以上、なんか3マナだとね、打ちたくはないよな、いくら戦術1がついてても。まあ、とはいえ、リミテだったらね、めちゃめちゃ強いカードになると思うから、そう、リミテはね、この最後の1だとしても使えて、さらに除去も使えてっていうのがね、
かなり強いんですよね。特にそのフライヤーなんかサイズはそんな大きくないけど、そのブロックができなくて困るみたいなクリーチャーとかはね、まあ、火力で落としやすいんで、だそういうとこに向けるカードとしても、まあ、リミテだったらね、注目しておきたい、まあ、アンコモンのカードでした。まあ、アンコモンだからそんな手に入らないけどね、手に入った際はぜひ使いたいですね。で、次のアンコモン。で、2枚目の赤のカードが、軽率な祝賀者っていう2マナ2一のクリーチャーで、死んだ時誘発で2ターゲットに2点当てると、あ、こいつなんか無駄がないな。まあ、2マナで2点打点で、死んでも2ターゲットに2点与えるから、そうね、何かと相打ちして、この2点をクリーチャーに飛ばして、なんかもう1匹道連れにしたらすげえ美味しいよな。うん、で、まあ、こいつのパワー2あるから、そのタフ4とかも殺せるからね。で、次のカードで、次のカードが、これあれか、なんかアシンサイクル赤か。赤のアシンはアナックスさんか。アナックスさんって既婚者じゃなかったっけ？なんか奥さん別れたの？なんか火事で鍛えられしアナックスって単品になっちゃったよ。3マナの星3のクリーチャーで、新人分がパワーと、まあ赤だけあってやっぱパワーだよな、星は。で、火事で鍛えられしアナックスか他のなんかコントロールしてるトークンじゃないクリーチャーが死亡するたびに、11のブロックできないトークンが出てくると。で、こいつのパワーが4以上だったら2体出てくると。あー、なんかなかなか強いな。まあ、とりあえず、こいつの新人が2あるから、2、3以上は確実で、で、他にもね、なんかクリーチャーがいたりしたら、まあ、4、3とかになって、で、パワー4以上だったら死亡誘発で、トークンが2匹出てくると。で、これ、新人3章じゃなくて、パワー3章だから、こいつが死んだ時の誘発の時は、あれか、その、パワー4だったら、最終的なパワーが4だったらトークンが出るから、あ、それ大事だね。なんかこいつが死んだ時に、もうこいつが死んでるから新人2ないよ、みたいなこと言われても、いや、こいつが死んだ時に4あるから大丈夫なんですっていうのをちゃんと言えるようになっといた方がいいね。へぇー、ちょっとおもろいな。だからこいつ結構な高確率で、こいつの死亡誘発ではなんかトークン2匹生成できそうだから、ちょっとそれはね、なんか殴りに行くデッキとしては覚えておきたいところではありますね。火事で鍛えられしアナックスさんでした。あと緑だけか、出てないアシンは。で、緑のカード1枚目。で、緑のカード1枚目がその最後のアシンで狩りに呼ばれし、レナータっていうね。4マナ一番足の中で重いクリーチャーで、その新人がパワーに等しいと。で、他のコントロールしてるクリーチャーが戦場出る時が、プライチカウンターが乗った状態出るっていうことで、まあ一番シンプルながらも強いね。もうこいつがいる限り、全部のクリーチャーがサイズ、ワンサイズでかくなって出てくるっていうのと、まあ緑って結構新人溜めやすいんですよね。シンボルきついの多かったりするんで。だからまあこいつのパワーっていうのは結構上がりやすくて、しかもまあいるだけでね、戦場のクリーチャー、まあ出るクリーチャーどんどんでかくなるしっていうことで、まあなかなか面白いな。シンプルながらもね、強いカードだなと思いました。狩りに呼ばれしレナータさんでした。で、次緑のカード。で、2枚目のカードが、これね、変なハイドラなんだよな。ハイドラってかまあオーラなんだけど、なんかその鹿ハイドラみたいなね、その王子の呪縛から解き放たれずになんかこういう変化を遂げてったみたいな、なんか悲しい化け物が描かれてるカードで、3マナのオーラで、オーラされてるクリーチャーはプライチカウンターが乗ると。で、さらに、毎ターンアップキープ開始に、そのプライチカウンターが倍になっていくっていうことで、これリミテでやべえな。マジで変なところにつけられた瞬間に、なんか一気にサイドが10、20、30、みたいな、30じゃない、40みたいになって上がっていくから、だからなんか、隙を見せたら最後一瞬でやばい生物が誕生するかもしれないっていうね、そういうなんか爆発力を秘めた、まあ、ハイドラオーラですね。まあ、おもろいね。なんかそのゲームの終盤とかに息切れした時とかにぶつけてやるともう一気にね、逆転できるんで、まあそういう風に使うと面白い、まあ、アンコモのカードだなと思いました。で、次はね、レアのオーラでね、まあレアだけあって豪快なんだよね。そのオーラされてるクリーチャー、まあ4マナのオーラなんですけど、オーラされてるやつがプライオン修正を受けるっていうことで、まあ4マナなのにね、かなりでかい修正が加わる。プラス、さらに、このオーラされてるクリーチャーが死んだら、あ、違うか、オーラされてるやつが死ななくても、とりあえずこれが墓地に行けば、22の狼が2匹出てくるっていうことで、なんかなんだろうな、なんか44修正を受けて、バカデカサイドになってるのに対して、なんかその、クリーチャー除去とかなくて、もう仕方なしに帰化みたいなのを打っても、22がね、2匹出てくるっていうことで、もうなんだろうな、なんかオーラってさ、やっぱ使い勝手ものすごい悪いじゃん、アドゾンしちゃうから。だからどこまで強化したらいいんだろうな、みたいな感じの、なんか、公式のね、なんか苦悩を描いたカードだな。すげえ強いけど、それでもやっぱオーラだから使いにくいなって思っちゃうよね。だって4マナでサイズが4上がってさ、で、これが墓地落ちても22の狼になるんでしょ。これで使わないんだったら一体どうしたらいいんだろうみたいな感じだよな。まあ、なんか使わなそうだけどね、やっぱオーラだけあって。そう、オーラってね、春先がなきゃね、使えないからね。で、春先がなきゃ使えないプラス、なんか相手がマナとか立ててて、その、張り切れなかった時不発で終わったら、この誘発すらも起きないからね。なんか本当に難しいカードだなと思うわ、オーラ。で、緑のカード4枚目で、この緑のカード4枚目がね、かなりやばいカードで、イリーシア小立ちのドライアドっていう3マナ24のクリーチャーで、で、あなたは各ターンに追加の土地がプレイできるっていうの、プラス、さらにあなたがコントロールしている土地がすべて、その他のタイプに加えてすべての基本地形のタイプを持ってるっていうことになるんですが、まあ、まずその追加で土地が起きるっていうことで、相手よりも早くね、でかいマナにアクセスできるっても強いし、しかもその土地が全部ね、基本土地のタイプ持つっていうことで、まあ、色事故も起きなくなるっていうのが、まあ、そのスタン目線で見た時の強さなんですけど、多分これね、モダンのバラクートで相当強いんですよね。その、バラクートっていうデッキが、ま、モダンであって、その、山が6個以上ある状態で山が出ると、そのバラクートから3点火力が誘発するっていうことで、だからね、その、
まあ、土地っていうのはやっぱりその対処しづらいカードタイプなんで、すごい強いコンボなんですけど、その条件6枚以上っていうのがかなり達成が難しいんで、だからそこをね、どうやってかいくぐるかみたいなのが、そのバラクートのあの、鬼門というか関門なんですが、やっぱその土地を伸ばすカードは緑なんで、その緑の森を置いちゃうと必然的に一旦遅れて、しかもバラクート自体もね、山じゃないから、あの、土地が一旦に1枚しか置けないっていう制約上、どんどんね、なんかその緑でランプすると山が揃わなくなるしみたいな問題がある中、こいつはね、その全てを解決してくれるからね。そのまあ、追加で山が置けるから早くバラクートも噴火するし、しかもあの森を置いてもそれ山だからカウントされるしみたいな感じで、なんかそのバラクートがね、まあ、とりあえずまず入れてみようみたいになるカードで、そしたらねバラクートがまた結構ねやばいカードになるんじゃないかなと思ってますね。そうバラクートはねゴーが使ってたからね、もう死ぬほど対戦したんだけどね、もうこれ見た瞬間やべえなと思ったな。まあただ今のねモダン環境はね、もうオーコがねもう暴れまくってるからね、まあその、まあ、別にねバラクートはオーコに対しても別にいい立ち位置だと思うんだけど、でもなんかな、そのもうほんと今ね、なんかいろんなデッキに緑タッチしてね、多く使われてるから、そのなんかウルザフードとかなんかイシカジフードとかも意味がわかんないからな。なんか早く禁止してほしいなとは個人的に思っております。で、今日紹介最後のカードで、今日紹介最後のカードがシミックカラーの3マナ22のクリーチャー、エウトピア・ザ・トゥワイス・フェイバードさんかな。まあ、あの、伝説のクリーチャー、ヒューマン・ウィザードで、星座誘発でクリーチャー IP を対象としてプライチカウンターを置いた後飛行へさせるっていうことで、なんだろう、これもう完全にリミテ目線だけど、なんとかして毎ターン星座を誘発させてったらもうそれだけでゲームが終わるから、そうね、まあ、リミテだったらなんか使いたいカードで、まあ、星座もできるだけ集めてね、なんかあの、秋タイプにしたいなっていうカードではありますね。まあ、そのね、リミテだけかな、なんだろうな、プライチカウンターとまあ飛行ってかなり魅力的だけど、そうだな、なんかまあ構築だと別に伝説だからね、並んだりしないのがまあ一番もうあの決定的な問題点だから、まあそのリミテで大暴れするであろう、まあアンコモンのカード、まあエウトピアさんでした。はい、ということで今日のカード紹介はここまで。で、1月24日テイロス観光期発売なんですけど、その前週、あの17、18、19っていうのは、あのプレリリースパーティーって言ってね、1週間早くテイロス観光期を使って遊ぶことができるんで、まあいろんなお店でやってるんで、ね、なんか興味持った方ぜひ近くのお店行って、なんかプレリやってますかみたいなの聞いてみてください。で、さらにね、発売の2日後、1月26日には川崎でね、あの開封大好き主催のあの、プレリリースじゃないわ、あのシールドイベント開封ハッスルっていうのもやるんで、それもね、あのかなり来やすいイベントになってると思うんで、興味持った方はあの概要欄にあの貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、また次のカード紹介でお会いしましょう。さようなら。はい、ということで今日も最後に映画紹介で、今日紹介する映画はね、まあネットフリックスはまだ見られないと思うんですけど、その昨晩ね、ゴールデングローブ賞のね、最多3部門を受賞したあの傑作映画、そう、Once Upon a Time in Hollywood をね、紹介していこうと思います。で、去年はね、そのジョーカーとか、天気の子とか、あと、まあ、ファーフルホームとかね、まあ、面白い映画たくさんあったんですけど、まあ、その中でも、なんか去年何面白かったって聞かれたら、間違いなく最初に挙げるタイトルだったんで、まあ、それがね、まあ、こうやってゴールデングローブ3部門取ったっていうのはね、なかなか、あの、まあ、しっくりくるとこなんで、まあ、今日はね、これを紹介していこうと思います。で、どんな映画かっていうと、その1960年代のそのハリウッドを舞台に、なんかその時代ならではのね、あるあるみたいなのとかを交えつつ、まあ、2人のね、かっこいい主役の日常を、あの、見ていくっていう、なんか割と淡々としたストーリーなんで、何が面白いかって言われて、結構ねここっていうのは言いづらいんですけど、なんかもうまんまパルプフィクションなんですよね。そう、まあタランティーノ の映画なんで、そのパルプフィクションっていうか、そのタランティーノ武士みたいなのが聞いてる映画だから、そのパルプフィクションが好きだよとか、あとジャンゴが好きだよみたいな人にはもう全然説明する必要がない、そのもうあのタランティーノの日常の話だよみたいに言ったら、あ、なるほどね、面白そうだみたいに伝わる映画なんですけど、まあ知らない人にはね、どこが面白いかってなんか伝えづらいんですけど、まあそのね、ハイセンスな会話とかね、なんかそう、フランスではクォーターパウンダーはそうポンドで換算しないから、なんか名前が違うんだみたいなね、そういうなんか翌日友達とやりてえなみたいな、そういう会話してみてえなって、なんか真似たくなるようなのがね、たくさんあるんですよね。だからなんかあの、そのパルプフィクションを見てる人間だったら、まあこの映画はね、絶対刺さって、まあパルプフィクションよりも面白いよみたいな言ったら、なんだってそんなの絶対見るじゃねえかみたいな感じで、まあ一番あの、なんつうんだろうな、紹介が手っ取り早いんですけど、まあ知らない人にはね、なんかあの、ここが面白いみたいなのをね、ものすごい伝えづらいんですけど、絶対見てね、飽きはしないと思うんですよね。そう、長いのに、マジでそのずっと見てられるんですよね。なんかこれがね、なんつうんだろうな、そのタラちゃんのすごいとこだなと俺は思ってますね。あとね、タラちゃんはね、かなり出たがりなんですよね。だからタラちゃんの映画には大体、そのどっかしら出てくるんですよ。なんか脇役とかで、なんかこう、しかも大体いらないキャラクターなんですよね。別にこいついなくても成立するだろうみたいなタイミングで、なんかタラちゃんが出てきて、なんかあの適当にやって、なんか死ぬみたいなね。まあそういうのがよくある流れなんですけど、今回ね、タラちゃん出てこなかったんですよね。ずっとね、その、いつタランティーノ出てくるんだろうなって、もう出ることは間違いないと思ってたんで、なんか、民情の見に行った時に、なんかもういつ出てくるんだろうな、みたいな感じで、まあ、お互い別に劇場だから喋らないんですけど、なんか出てきたタイミングで手でも叩いたろうかなと思ったら、最後まで出てこなくて、なんかおかしいな、みたいな感じで、ちょっとそこがね、俺の中で謎だったポイントなんですけど、まあ、もし見た人の中でね、なんか、ここでタランティーノ出てたよって知ってる人いたらコメントかなんかください。
でもさっきも言ったように、まあ物語としてはね、その1960年代のなんかハリウッドのその日常をずっとね描き続ける作品なんで、だからその面白みみたいなのはね伝えづらいんですけど、やっぱねブラピとねディカプリオってすごいね、まあどっちもその偉大な俳優なんですよね。で俺ものすごい好きな二人なんで、それこそねなんかファイトクラブに次ぐぐらいもうキャスティングの段階でもう俺の中では満足してる作品なんですよ。もうこの二人が出るっていう段階でもうつまんなくてもいいと思ってたのに、もうこんな面白かったらもう困るじゃないかってぐらい面白いんですよね。で、なんだろうな、ディカプリオってもともとタイタニックで、まあ、イケメンのキャラクターみたいなの出てきて、まあ、その、美青年みたいなのでずっと売ってきたけど、なんかね、だんだんその、この人ね、キレゲーガウドみたいな感じで、なんかその、キレたおっさんみたいなのを演じると、超うまいことやるみたいなのが浸透してきたんですよね。で、このね、ワンスアポンでも、なんか少し落ちぶれた昔の大スターみたいな感じなんですよね。まあ、中年ぐらいだからそこまで落ちぶれてはないけど、なんか昔はその西部劇のもうイケメンスターみたいなで通ってたけど、だんだんその年食ってきてそういう立ち位置じゃないから、なんかその実力俳優みたいので、なんか悪役みたいなのを起用されて、まあ悪役もね全然多分その役者としてはねいいところだと思うんだけど、なんか本人は昔はそのイケメンでやってたのに、なんで俺はこんな役をやらなきゃいけないんだみたいなのを苦悩する役者をやってるんですよね。てかこれなんか本物のディカプリオっぽいよな。元々はなんかそういう役じゃなかったのに、最近そういう風に使われてる、なんかディカプリオとねなんか照らし合わされてるなっていう気もするから、ちょっと面白いよね。まあ、っていうので、まあ、世間的な評価を得つつも、なんか自分のね、描いているそのキャリアとは違う方向に向かっていく、そのディカプリオと、なんか無言だけど、なんか常にね、頼りになる、なんか相棒のスタントマンのブラッド・ピットの二人の物語みたいな感じなんだけど、実際この二人がね、同時にいるシーンはね、多分劇中のね、5% ぐらいで、映画始まってすぐはね、なんかこの二人のバディものなのかなと思ったら、もうすぐに二人別れてって、なんかおのおののね、なんか群像劇が始まるみたいなタイプの映画で、なんかその二人がいつになったらまた交わるのかなとか、そういうのを見つつ、なんかなんつうんだろうな、まあ、タランティーノならではのね、何か起こりそうで何も起きないとか、何も起きなそうで何か何も起きないとか、まあそういうね、なんか肩透かしを食らいつつも物語が面白いから最後まで見れる映画も、ワンスアポンアタイムインハリウッドでした。まあとにかくパルプフィクション見たことある人だったら絶対好きな作品ってか、もうまんまパルプフィクションみたいな映画なんで、興味持った方は絶対見てください。俺去年見た映画の中ではこれもう抜群に一番面白かったんで、俺本当に一押しなんでね、興味持った方はぜひレンタルとかで見てみてください。はい、ということで、まあ今日の映画紹介でした。またね、明日以降の映画紹介とかでもお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。